オールバウンドマーケティングという、まあ、そのリンクトインの専門家として、やっぱりこのリンクトインのコンテンツの力というか、パッて知らない代わりにしびとく残るんですよ。500載せるモチベーションってすごいですよね。プロの人1000回やるわけじゃない、1000本載って1日。数値的には 40% 以上目に留まる確率というのが増えます。鎌田さん、今日はいろいろお話が聞ければ。はい、そうですね、はい、そうすると鎌田さん、こちらから今日はどんどん質問させていただいてもいいんでしょうか。はい、結構です。チャットでも皆さんどんどん、そうですね、質問していただければと思います。多分鎌田さんのことはよくご存知の方たくさんいると思うんですけれども、改めて、そうですね、私お聞きしたかったのは、まずその向こうの大学で教えてらっしゃるんですよね。あ、はい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 、どんなことを教えてらっしゃるんですか。ですね、科目がいくつかあって、私1年目、今3年目4年目なのかな、最初の年は1つの大学で1教科ぐらいしかいただけなかったんですね。大学によって教えてたコース違うんですけど、1つの大学ではオールバウンドマーケティングという、インバウンドとアウトバウンドマーケティングの説明ですね、それの受講講座とか、日本でいうダイレクトメールの作り方、送り方、テクノロジー系と、あともう一つは組織論系で、行動組織論っていう、そういう学問があるんですけど、まあ分かりやすく言うと、会社でいろんな人がいますよね。そういう人たちをまとめて、どうやってこう組織を作っていきますかと、こういうようなお話なんですね。それが今、だんだんに増えてきて、倫理だったり、環境問題とか、そういうのをどうやって会社の活動に取り入れていくとか、チェンジマネジメントって言って、こう何か新しいことをすると、反抗勢力いるじゃないですか、会社の中で、はい、そういった人たちどうやってうまくやっていくのか、そういう感じですね。あとはまあもちろんリンクドインです。今年はリンクドインが非常に増えました。リンクドインはいつぐらいから、まあどういうきっかけで教えるようになられたのか。リンクドインはですね、4年ぐらい前のプロジェクトで、DX、 日本でいうデジタルトランスフォーメーションのプロジェクトがあって、はい、その中でリンクドインを紹介させてもらったんですよね。そしたらですね、私の想像以上にまずマネジメント側の受けが良かったんですよ。それはいけるんじゃないかな。それであとは結局その従業員の方っていうか、プロジェクトを走らせてもですね、いやこれリンクドインなかったらこのプロジェクト危なかったなって思う機会が何度もありまして、これはもう今までそのリンクドインはいくつかの中の一つだったんですけど、ジャンプアップで昇格しまして、これ中心にしようというのを感じたのがリンクドインの今のこの姿ですね、僕のね。なるほどですね、はい、私も初めてその鎌田さんのワークショップに伺った時に SSI のお話があって、 SSI をあんまり意識して今までやってきてなかったので、あ、こういうのもあるんだと思ってですね、すごく印象に残ってます。 SSI はソーシャルセールスインデックスという通信簿ですね、今7人の侍やってるじゃないですか。やってますね、はい、7人の侍これちょっと説明しますと、ボランティアの方を募りまして、私も含め7人でこの SSI をみんなで研究しようという、こういう会を今作ってるんですよね。なんかそうですよね、アルゴリズムがいろいろあるので、なんか謎も多いですけどね。でもまあ面白いですよねやっぱりSSI とか、まあ考えていくと、私なんかそのリクルーター側として、はいはいはい、そのスカウト中心で、これからはですので、もっとやっぱりコンテンツで1対1のセールスじゃなくて1対とか、はいはい、そういうような情報発信コミュニケーションをしていこうということを自分の課題として持ってるんですけれども、鎌田さんから見て、まあ、そのリンクトインの専門家として、やっぱりこのリンクトインのコンテンツの力というか威力みたいなものってどう思いますか。いやー、強いですね。リンクドインのコンテンツって2種類あって、一般に僕らがフィールドで見るポストと、もう一つはブログがあるんですね、はい、でポストはですね、バーって広がってバーって、まあ、死んでしまうんですけど、もう一つのブログの方はパーって散らない代わりにしびとく残るんですよ。そうですね、でそうすると僕のところに具体的なのはやっぱりポストもいいんですけど、普通の Google 検索で
ブログの方は引っかかるんで、うんうんうん、そっちからの流入もあったりして、うんうんうん、驚いちゃう時ありますね。なるほどですね、はい、最近そうですね、ブログやられる方も少しずつなんか増えてきてるような印象があって、私も何人かフォローさせていただいているんですけど、そうするとその情報収集として役に立ちますし、あとはブログ上げられるとその通知が来たりしますね、確か。そうですね、はい。ですので今日なんかビジネスを作りたいっておっしゃられた方結構いた、はい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 、なんか情報発信するには ね、 ね、そうですよね。どこ行ったかな、チャート。浜田さんね、いろいろツールを持ってらっしゃるんですよね。失礼しました、後ろに貼ってるんですけどちょっと見にくいんですけど、こういう、これじゃあちょっと今リンクを皆さんにお送りしようかなと思います。このポスト見ていただくといいかなと。それは目的別、リンクトインをどういうふうに使うかみたいなところから、はいはい、目的別の使い方みたいなものが、そうですね、貼ってるものですか、はい、今じゃあ皆さんにリンクをお送りしますのでぜひ見ていただいてですね、こちらで皆さんの目的に合ったリンクトインの使い方が一目で分かるようになっています。ぜひすいません、ライクとかですねコメントを一緒にお願いしたいなと思います。あ、そっか、今送っていただいたものっていうのはリンクトインに載ってる。はい、そうです。あ、カマさんすいません、もう一つ、はい、どうぞ。と関係するかもしれないんですけど、はい、ハッシュタグリンクトイン活用っていう風にしてリンクトイン検索をすると、はいはい、500ぐらい出てくるんですか、鎌田さんのそのコンテンツ。出てきます、はい、500載せるモチベーションってすごいですよね。そうですねプロの人とお話をした時に千本ノックっていう話があるんですけど、例えば子供とノックやると、うん、なんか1桁とか10回ぐらいっておしまいじゃないですか、もう帰るみたいな。でプロの人1000回やるわけだよ、1000本ノックって1日に。でなんかそういう話をした時にやっぱこう自分のレベル上げなきゃいけないなっていうことで、一応今1000ポストを早く達成したいなということで、うん、1000? はい、わーすごいですね。でも線が目的というよりも、多分その武道でもしたと思うんですけど、黒帯になると多分見えるものがまた違うじゃないですか、うんうん、なんで僕も早くその線を越えた時に見える風景をですね、うん、というふうに考えて、全然ストレスじゃないですよ、この今コンテンツ作るのは。最初はストレスでしたけど、はい、今も。いやでも そういう意味ではその100人無料コーチング、まあ、今もうやってらっしゃらないと思うんですけども、100人に無料コーチングするっていうのもこれもまたすごいですし、まあ、どんな方に何をされたのかっていうのもすごいまあ気になるんですけど、100人無料コーチングですね、もともといくつかの理由があるんですが、一つ目の最初の単純な理由は、私スペインにいるんで日本人の方とお話しする機会がないんですよねそれでいや寂しいなと思って、で例えば森内さんにじゃあちょっとお茶でもしますって言えないですし、どうしようかなと思った時にじゃあせっかくなんでやろうかなっていうことで、これも10人じゃなくて100人にしたのは単純に心理的な発想で、100人ぐらいやれば聞こえもいいだろうし、あとマーケティングの面からすると100人の方のお話を聞けるってこんなできることないんですよね。なるほどですね。じゃあやろうっていうことで、当初はすぐに終わるかなと思ったらなかなか終わらなくて、で COVID が始まって、であればもう日本人だけだった対象を現地の人にも広げて、うん、それであとはなんかちゃちゃちゃっと100人いっちゃいました。今やっぱりそのリンクトインを使って何かしらこうできることがあるんじゃないかとか、まあ、それは個人でも会社でも考えてらっしゃる方多いと思うんですね。で私もなんかそういうことを考えてる中で、まあ、ワークショップ出させていただいて、はい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 、まあ、こう今回こういうことで鎌田さんからのご提案いただいて、ウェビナー一緒にやらせていただいたりとかですので、まあ、ぜひなんかこう独学でこうやっていくっていうのもいいと思うんですけど、一緒にこう伴走鎌田さんにしていただいて、でリンクトインでこう少しずつこう結果を出していくとか、なんかそういうのは面白いので、ぜひ皆さんになんか挑戦していただくとか、鎌田さんと一緒になんかやっていただいたらいいのかななんて。そうですね、そうですね。若者代表の芳賀さんからなんか今日質問が僕からの質問ばっかりだと絵持ちが良くないのでそんなことないと思うんですけど私もやっぱり業務上でリンクトインを使うことが多いんですけども、まあ、やっぱり皆さんいろんな活用方法があるかと思うんですけど、
もやっぱりあの共通してあるのはどうやったら他の人に目に留まるのかっていうところがやっぱり気になるんですよね。その辺、はいはい、アドバイスをいただけたらと。あ、はい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 、あの3つしかないんですよね今のアドバイスに、はい、うん、この3つをやるとあの数値的には 40% 以上目に留まる確率というのが増えます。僕の個人的な感覚で言うと 100% 違うような気がするんですよね。でこの3つの1つ目がまずあの顔写真、これね勝負ですよ。でなんで顔写真かっていうと、実はのもう1つの2つ目がタイトルですよね。お名前の下に書くタイトルがあるんですけど、顔写真とタイトルっていつでも出てくるんですね、リンクドインで。例えばメッセージのところにも出てくるし、検索してもそこが出てくるんですよ。なんで顔写真がいいとっていうのは可愛いとかかっこいいとかじゃなくて、あこの人信用できそう、明るい人とか、なんかそういうエモーショナル部分でピッとくるとそこに目が行きますし、タイトル見てあこの人のタイトルいけてる誰だろうって思うとやっぱりクリックすると思うんですよね。で3つ目がやっぱりこうプロファイルを開いた時に目に入ってくるものって背景なんですよね、うん、背景ね、これまたビジュアルな話なんですけど、もうこの3つをきちっとこう自分のイメージで整えると自分らしさがこう溢れてよりキャッチになるんじゃないかなと、うん、はい、ビジュアルからちょっと整えるみたいなのが結構、ああもうねあります僕よくあの、はい、例えで使うのがこれパッケージングなんですよ、商品のパッケージング。中身良くてもやっぱり、ね、パッケージング悪かったら売れないですからね。あともう一ついいですか。はいどうぞ。まあ、自分のブランディングを高めることで、まあ、例えば何か情報を発信するっていうのが一つあるかと思うんですけども、例えば文雄さんはあのテレスマの社長であると思うんですけども、私たちみたいな一スタッフが投稿するときに、なんかどういうふうになんか発信していけばいいのかなっていうのは結構悩ましいところですよね。そこでなんかちょっとアドバイスをいただきたいと思います。はい、それは多分個人の投稿と会社の投稿というこの境目のお話じゃないかなと思うんですよね、はい、で会社に対してマイナスの発言はしたくないけれども自分らしく発言したい、この2つの間に挟まると思うんですよね。であの2つ方法があって、1つはやっぱりあの会社の商品とかサービスに焦点を当てるのではなくて人ですよね、人に焦点を当てるコメントというかポストをされるとあのより個人の方と会社の方の思いが重なるケースが多いと思います、まあ、お客さんの話もできないとは思うんですけど、こういう経験をさせてもらいましたとか、こういうことがあった時はこうした方がいいですよ、加賀さんのいらっしゃる業界であればこういうことにお困りな方いらっしゃいません、私だったらこうしますとか、なんかそんな感じのポストであれば両者がきっと喜ぶと思いますね。2つ目がやっぱりね、社内でイベントがあるじゃないですか、でその時に写真撮ってそういう写真をもとにコメントとか、ポストを書くと、やっぱりね社員の方々皆さん羽賀さんが何やってるか見てるみたいな、うん、パッてね本当にあのビュー数とかびっくりするぐらい上がります。これはねあの社長から見た時の評価も良くなって、なぜかというと社内の風通しが本当に良くなるんですよ。以前は Facebook で皆さんやってたと思うんですけど、世界的に見るともう Facebook そういう流れじゃないんで、まあ、リンクドインで社内の活動を告知されたりもしくは報告されるのもすごくいいかなとは思いますね。今なんかあのエンゲージメント、エンプロイエンゲージメントとかもありますので、まあ、そういうような使い方もありますよね。加賀さんは特にあのタリスマの採用担当なんですよね。タリスマ社への採用担当をされてるわけですか。社内の採用担当です。あ、そうですか。じゃあタリスマン社の顔なんですね、分かりやすく言うとお恥ずかしながら。なるほどね。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで SSE のところをちょっと共有します。はいはい、すごいですよね。85ってすごいですよね。そうですよね。いやいや、でもね上には上がいて96という人もいたんで、神様ですね。リレーションシップがマックスですよね。そうですね、これあのでも皆さん一番最初に25ポイント足しますね。普通にやってると届くかなと思います。そうですか。それはもうなんか本当に有段者の世界ですよね。もうなんか僕まだまだ黒帯じゃないのでそこまでは全然いかないですけど、トップ 1% のトップ1になってますよね上。これそうですね、これ嬉しいですね、やっぱりね。
これじゃあもうちょっとあの簡単に説明したところに、これも僕のグラフなんです。大体85前後行ったり来たりとかしてるんですけど、ここがあるじゃないですか。あの僕のネットワークの中の平均アベレージは30なんですよね、SSI。なんかあのご質問いただいてるんですけど、SSI は具体的にどのように上げていけばいいですかとか、80点台と90点台の差って何だと思いますかっていうご質問いただいてるんですけど。そうですね、あの SSI を上げる方法は活動量を増やすしかないと思いますね。でそうするとあのいくつか活動の方向性ってあるんですけど、やっていくうちにあここを触ると動くんだなっていうのは1週間ぐらいで実感できるので、そうやってこうどんどん自分で学習していけばいいかなとは思いますね。あと80と90代の違いって多分ねエンゲージメントの量の違いじゃないかなと思うんですけど、例えばポストした時にどのくらいエンゲージメント返ってくるか。エンゲージメントっていうのは例えばライクとかコメントという。そうですね、コメントがやっぱり海外の方多いじゃないですか。なのでそういったコメントに返したりというそういう作業で増えると思います。森内さん、このエンプロイーエンゲージメントについてちょっとお話しいただけますかね。そうですね、あの会社がまずその成長している中でやっぱりその従業員のエンゲージメントっていうのはすごい重要だなっていうふうに感じたことと、あとはまあ、 あの今リモートワークとかっていうこともあって、まあ、弊社の出社してる社員とそれからリモートでやってる社員がいるんですね。でそこであのちょっとこう考えることがあって、皆さんっていうリンクトインのデジタルマーケティングマネージャーの方がいるんですけど、その方の無料ウェビナーに参加したきっかけがありまして、その従業員エンゲージメントとリンクトインのファンクションを使ったこの2つでエンゲージメントを高めるっていうことをちょっと考えたりしてまして、まあ、その辺のお話をさせていただければかなと思ってました。なるほど、どんな人におすすめなんですか。やっぱり人事部の方が、それから組織のそのマネジメントをされている方にこう情報共有させていただいて、逆にまあそこからフィードバックいただいたりとかっていうことができるといいのかなと思ってたんですけども。なるほど、そうですよね。インプロエンゲージメントって新しい言葉のような気がするんですけど、今はこれ本当人事政策の、ね、一本柱にしないといけないですよ、これ。そうですよね、エンプリメントエンゲージメントを使うときはあれなんですよね、会社で反対されてる人いらっしゃるじゃないですか、リンクデインの利用とか使用が。そういう方にそういう人にはこういう話をしたらいいんじゃないですかという一つの例で、はい、お話をさせてもらうことはあります。はい、なるほどですね。はいはいはい、来週はちょっと森内さんご出張なので私の方だけなんですけど、リンクデインのビジネス利用というので同じ時間帯に30分間やらせていただいて、森内さんとのエンプロイエンゲージメントは再来週になります。はい。